こんにちは。東京都多摩障害者スポーツセンターです。介護予防運動の第2回目始めていきます。今回は上半身は胸周りの筋肉を、下半身は内ももや外ももの筋肉をしっかりとストレッチしトレーニングしていきます。一緒に体を動かしていきましょう。それでは運動を始める前に体調の確認をしていきましょう。熱や風邪の症状がある方いないでしょうか？疲労感があって体が疲れているなという方はいないですか？睡眠、食事はしっかりと取れましたでしょうか？運動を行うにあたって次の3つのことを守っていきましょう。1つ目はできる範囲で行っていきましょう。2つ目は呼吸を止めずにリラックスをして行いましょう。3つ目はご自身に合った方法で運動を行いましょう。決して無理をせず周りに注意をして怪我のないように運動を行っていきましょう。動画内では立って運動することが難しい方のために座ってできる方法もご紹介してますので参考にしてみてください。それではウォーミングアップから始めていきます。深呼吸を大きく2回行いましょう。吸って吐いて、その場で足踏みです。腕も大きく振って行いましょう。体を横に伸ばしていきます。戻ったら反対側です。もう1セット行いましょう。反対側、また足踏みです。大きく動いていきましょう。次は足を前に伸ばします。戻ったら次また反対側の足、これももう1セット行います。反対側伸ばしましょう。戻ったら足踏みです。腕を最後まで大きく振ってみましょう。最後深呼吸3回です。吸って吐いて、吸って吐いて、ウォーミングアップ体操終了です。それでは胸周りの筋肉をストレッチしていきましょう。まず両手のひらをお尻の後ろで組みます。肘を伸ばしたままゆっくりと上げていきます。この時痛みが出ない範囲で無理せずやってみましょう。腕を上げる時に顎が出てしまったり背中が丸まったりしないようにしましょう。できる方はこのまま少しキープしてみてください。この動作が難しい方は壁に片方の手をついて体をひねってみてください。この動作でも胸周りの筋肉伸ばしていくことができます。しっかりと胸を張って伸ばすことで猫背の予防にも効果があります。それでは一緒に10秒間キープをしてみましょう。同じように両手を組んで胸を張ります。しっかりと伸ばしていきます。キープです。胸を張って呼吸は深く深くです。肩はリラックスしています。はい、大丈夫です。腕下げていきます。次に胸周りの筋肉を鍛えていきましょう。まず両手のひらを合わせます。肘は下げないように注意してください。そのまま力を込めて両手のひらを押し合います。ぐーっと力を入れていきます。この時に肩が上がってしまわないように注意をしてください。できる方はこのままキープをしてみましょう。この体勢が難しい方は手のひらを壁につけて押してみても同じように胸周りの筋肉鍛えていくことができますよ。それでは一緒に10秒キープをしていきましょう。両手のひらを合わせて肘を上げます。いきますよ。キープです。
両手のひらに力をしっかりと込めていきましょう。肩はリラックスです。呼吸も忘れずに行っていきましょう。はい、ゆっくりと下ろしていきます。ちょいトレ脳トレコーナー、今回はグーパーチェンジやっていきましょう。まず片方の手をパーにします。そのまま胸につけます。もう片方の手はグーにして前に出します。左右を入れ替えていきます。入れ替えて前に出した方がグー、胸についた方がパーです。大丈夫ですか？この動作を何度か繰り返していきます。いきますよ。入れ替えます。前に出した方がグー、胸についた方がパーですよ。もう一回入れ替えます。前がグー、胸がパーですよ。逆にならないように注意してゆっくりいきましょう。もう一回いきます。前がグー、胸がパーですよ。もう一回です。グーを前に出して胸がパー。それでは慣れてきたところで 1,2 の合図でテンポよくやってみましょう。まず片手を前に出します。もう片方の手をパーにして胸にします。いきますよ。1212121212121212121212。はい、終了です。それではレベルアップに挑戦してみましょう。さっきと同じ動作をやります。その入れ替える間に一度手を叩きます。手を叩く動作を入れてさっきと同じ動作をやってみましょう。ゆっくりいきますよ。入れ替える時に手を叩きます。大丈夫ですか？それでは 1,2 の合図でテンポよくやってみましょう。いきますよ。 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2。終了です。お疲れ様でした。皆さんグーパーチェンジできましたか？簡単に見えますが、手先の運動と脳のトレーニング、どちらも同時にできる運動です。お時間があるときにぜひやってみてください。それでは下半身の運動を行っていきましょう。今回は座って行う運動をご紹介します。マットがある方はマットを敷いてやってみてください。それでは太もも周りのストレッチをやっていきましょう。両足の裏を合わせます。そのままゆっくりと自分の体に近づけていきます。無理せず痛みのない範囲で近づけていきましょう。両足が体に近づけられたら背中が丸まらないように注意をして行っていきましょう。この姿勢が難しい方は片足を伸ばし、できる方の足だけでも体に近づけていきます。どうですか？これだけでも内ももの伸ばされている感じあるのではないでしょうか。また慣れてきたら両手で膝を優しく押してあげることでより効果が高まりますよ。骨盤も安定しスムーズな歩行にもつなげることができます。それでは一緒に10秒間キープをしていきましょう。いきますよ。せーの。しっかり背筋を伸ばしてキープです。リラックスして背中丸まらないように注意していきましょう。ゆっくりと戻していきます。それでは寝ながらでもできる太もも周りのトレーニングを行っていきましょう。まず横向きに寝転がります。腕は楽な位置で大丈夫です。頭の後ろに置いたりだらっとしても大丈夫です。この状態で上の足を持ち上げます。20センチぐらいを目安に持ち上げてみてください。あまり高く上げたり足を曲げないように注意してみてください。
上げたら下ろします。この動作を何度か行ってみてください。上げて下ろす、立ちながらでも行うことができますよ。それでは一緒に10回行っていきましょう。せーの、呼吸は止めずにリラックスしていきます。足曲がってませんか？あまり上げすぎずに、無理せずゆっくりと動かしていきます。はい、お疲れ様でした。次は下の足を鍛えていきましょう。まず上の足を前に出します。下の足をまっすぐ20センチくらい上げていきます。足が曲がったり上げすぎないように注意していきましょう。太ももの内側鍛えることができます。では一緒に10回行っていきましょう。いきますよ。どうですか？太ももの内側に効いてる感じありますか？呼吸は止めず、足を伸ばしたままゆっくりと行っていきましょう。あと1回です。太ももの内側と外側鍛えることができましたか？できる方はぜひ反対の足でもやってみてください。それでは最後に整理体操を行っていきます。まずは首を大きく回していきましょう。下まで来たら次は反対回しです。もう一度反対側に、最後一周です。次は腕を伸ばしていきましょう。肩甲骨を動かしたのでしっかりと伸ばしていきましょう。反対側です。もう一度、呼吸は止めないようにしましょう。反対側です。はい、次は手首と足首を回していきましょう。手首と足首を回していくと血流が良くなるので疲労回復にもおすすめです。はい、それでは最後深呼吸を行いましょう。吐いて、大きく吸って、吐いて、最後一回です。本日はお疲れ様でした。動画を見ながら一緒に体を動かすことができましたか？できれば毎日この動画を一緒に見ながら運動していただくことで介護予防につながるので、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。